今回は館内第40弾、人気のカレー屋さんと周辺のラーメン屋さんを紹介させていただきます。まずは野毛から野毛山動物園にかけて野毛坂をずっと上がっていって、このまっすぐ行くとね野毛山動物園ですけど、そこをすぐ右にも上がってすぐのところにある菊屋カレーさんです。この日はね平日の、2時ぐらいに行ったんですけど、10人ぐらい並んでて45分待ち、中に入ってからまた25分待ちというね、なかなかね、ハードなハードル高い店ですね。テーブルが5席ぐらいあるんですけど、まあ、そこに1人座っちゃうと相席はさせないので、なかなか回転が悪いかなって感じでしたね。あとご夫婦でやられてるのかな、結構年配のご夫婦だったので、まあ、そこら辺もちょっと提供時間は結構かかるかなっていうのは覚悟して行かれた方がいいと思います。僕の後ろに並んでたサラリーマンのおじさんはもう途中でぶち切れてブツ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 文句言ってたぐらいだったんで時間にゆとりない方はちょっとね、ゆとりのある時に来た方がいいと思います。こちらのねサラダが提供されるんですけど、キャベツの下にマカロニとポテトと卵なのかな、なんかあえたやつが中に入ってて、これなかなか美味しかったですね。卓上にはねこういう福神漬けとか、らっきょうのやつとかあるんですよ。まあね、入れ放題って、まあ入れ放題って言ってもね、その常識の範囲だと思いますけど僕は今回具がハンバーグで、スープはスリランカカレーにさせていただきました。こちらはまず具を選ぶ、ハンバーグとかなんかロースチキンとか、肩ロース豚とかね、あとは牛リブとか野菜豆っていうの中から具をまず選ぶんですよ。そしたらカレーのスープの種類、スリランカカレー、和風、欧風、あとはカシミール、スリランカトマトの中から選ぶんですね。まあね、並んでる時にメニュー渡していただけるんで、その時にそこら辺よく書いてあるんでね、よく見て選んだらいいんじゃないかなと思います。それで僕は一応ね、スリランカがまあ一番最初に書いてあるんで定番なのかなと思って、わからないんでね、まずはスリランカカレーとハンバーグ行ってみました。ハンバーグはね、多分ハンバーグ単体で食べる用のハンバーグじゃなくて、このカレー用のハンバーグだと思うんですよね。すごい柔らかくて、なんかね、つなぎが多分多いのかな、わかんないけど、このカレーに合っててめちゃくちゃ美味しかったです。ほんで、カレーもね、なんていうんですか、僕スリランカカレーってそんな詳しくないんですけど、スープカレーチックな感じで、すごい美味しかったですね。僕も結構待たされて、結構ちょっとイラッとしそうになるぐらいだったんですけど、食べてもう全然これは並ぶわっていうぐらい美味しかったです。で、味変アイテムがね卓上にあるんで、それを使うとまたね辛さっていうよりも風味が変わってバチクソ美味しかったですね。ぜひぜひこちらおすすめです。来てみてください。そしてこちらは日の出町の近くにあるつけ麺浜もみじさんですね。こちらはつけ麺専門ということで、ラーメンとかないんですよ。たまに限定でやるのかな。でもまあ基本つけ麺オンリーということで、自家製なんですかね。本当にこちらの麺が美味しいんですよ。そんで、細麺、太麺、平打ち、あと手もみとか5種類ぐらいあるんですよね。そんな中から選べるんです。本当にね、小麦なんかも厳選して、作ってあって、すごい小麦香る感じで、なんかね良質のねフランスパンを食ってる時の最後の感じ、味わいわかんないですよねっていうかね。でも本当にね美味しいんですよ。まず麺が美味しい、ここは本当に。で、魚介豚骨だと思うんですけど、このスープもね全然こってりしすぎてなくて濃厚なんですけど、そのあっさりしてて、この麺にまた合ってるんですよ。ほんとね、ここ隠れた名店だと思います。ほんとに美味しいですね。見てください、この美しい麺線、もうピカピカでしょ。もちっとしててね、ほんとにね、ほんとに美味しいパンを噛むようなね、もうそれ麺だけでもね、なんかこう味があるんですよ。バチクソうまいんでね、ぜひぜひ来てみてください。最後のスープ割りなんかもね本当に美味しいんでね、超絶おすすめです。僕次はね細麺行ってみようかなと思って、
本当美味しいんでね、ぜひ食べていただきたいと思います。そして先ほどの菊屋カレーさんの方をまた戻って感じですね。坂を降りてずっと野毛坂を降りていくと右側に見えてくる三公園さんです。こちら昔桜木町の方にあった頃はまあちょいちょい行ってたんですが、こちらに移転したんですよね。いつ移転したか覚えてないんですけど、それからは僕初めてとなります。こちらもタンメンと餃子、それとチャーメンが有名なお店で、まあ、野毛の三公園つったらもう超絶有名ですよね。今回僕はタンメンセット、これがセットについてる餃子ですね、こんだけついてて、タンメンもついて980円なんです。安いですよね。しかもライスはタダでくれるんで定食になっちゃうんですよね。めちゃくちゃおすすめなんで、ぜひぜひ行ってみていただきたいです。こちらのタンメンは白濁した旨味満載のスープに、本当になんつうんだろうな、なんかこう太麺なんですけど本当にもちっとしてて、本当にねこの麺がね美味しいんですよ。この麺とこのスープともうクタクタの野菜がねマッチして、この麺マジうまいんですよ。これね超おすすめです。野毛に来たらね、三公園さんのタンメンセットでライスもらえば定食になるんで、ぜひ来てみてください。そしてこちらはですね、福富町の方にある地獄ラーメン田中屋さんと家系の鈴木屋さんの並びにある、淡麗豚骨土の富さんですね。こちら以前は、二郎系のラーメン屋さんをやってたんですが、リニューアルして淡麗豚骨、チンタンの豚骨ですね、それと濃厚豚骨といろいろ泡にしてみたりとか、いろいろ模索して頑張ってるお店ですね。こちら何度か伺わせていただいてるんですが、チンタンの豚骨は食べたことあるんですが、濃厚は初めてだったので、まずは濃厚のうま辛っていう新しいメニューができてたんで行ってみました。なんつったらいいのかな、鶏白湯と家系の真ん中ぐらいのラインを攻めてるって感じで、こってりしすぎてなくて、それなりにこうコクがあって美味しかったですね。辛さも程よい辛さで、僕的にはもっと辛い方が好きですけど、全然これぐらいでも美味しく食べれるんで。そしてねこの細麺がいい、この細麺とこのスープはねマッチしててね、すごい良かったです。あとこのチャーシュー、このチャーシューもバチクソうまかったですね。チャーシュー麺にすればよかったなと思ってね、後悔するぐらいマジ美味しかったです。まあ、いろいろ研究を重ねてねこちらにたどり着いたと思うんですけど、本当に美味しかったんでね、また来ようと思ってます。今回は館内編お送りさせていただきました。ご視聴ありがとうございます。またよろしくお願いいたします。